どうもどうもどうもよろしくお願いします、まあしかしあの早いもんで、今年ももうね残りわずかになりましたけどね、今年はなんといってもね、東京オリンピックがありましたから、皆さん応援しましたね。僕はねもう緑茶を飲みながら応援しましてね、これはあのカテキンっていうことでね、やったんですけど、時にはですね腕立て伏せをしながら応援したりとかね、これは金取れっていうことでね、やったんですけど、まあだけどね今回すごかったですね、メダルラッシュになりましてね、だから今回のオリンピックっていうのは一言で例えたらね、割り箸と一緒ですね。そう、日本は一つにまとまってた。ねずっちです。しばらくこういうのが続くんですけど大丈夫ですかね。早めになれないとお互い地獄の時間だけが過ぎることになりますんでね、一つお願いしたいですけどね。まあしかしあのね特にすごかったのが柔道ね、特にあの阿部一二三、阿部詩選手兄弟揃って金メダル取りましてね、あんなことあるんですね。まずあの妹さんが金メダル取って、その時なぜか僕ねE テレのお母さんと一緒が頭をよぎりましてね、歌のお兄さんが気になるなってちょっとね、思いましたけどね。ありがとうございます。皆さん拍手は躊躇しなくていいですからね、どんどんやってもらって構わないですから。でその後ねお兄さんの方も金メダルを取りまして、もうほんと感動しちゃいましてね、その時の気持ちを謎かけにしたんで聞いてもらっていいですかね。それでは整えてきましたね、阿部兄弟揃って金メダルとかけまして圧倒的な歌唱力と解きます。その心は素晴らしい歌皮膚見よ鳥肌が立った。めちゃくちゃです。これね今日一番自信があったやつですね。もう割と序盤にピークが来てしまいましたけどね。まああとですね、あの73キロ級の大野将平選手も圧倒的な強さで金メダル取りましてね。であの方の試合を見てたら、あの喜怒哀楽を全然出さないんですね。勝っても淡々としてるんですよ。それを見てね、まるでせこい先輩みたいだなと思いましてね、決して感情を出さずおごることもないっていうね。ね。ただ一つ違ったのはね、あの字は一緒ですけど、あの大野選手は金を求めて、せこい先輩は金にこだわるっていうね、その違いはあるななんてちょっと思いましたけどね。まあそんなオリンピックで盛り上がってたのに水を差しちゃったのが、あの河村隆名古屋市長覚えてますね。あのソフトボールの後藤投手の表敬訪問の時にね、金メダル噛んじゃったんですよね。である方がネットでうまいこと言ってましたね。河村隆っていう名前を並び替えると私噛むからになるんですって。よくできてますよね。ね、だけどその後の謝罪会見見ました？あのね棒読みで噛み噛みだったんですよ。メダル以外にどんだけ噛むんだと思いましてね。噛んだのは金メダルでも、やったことはどうにもならないですね。今度は素晴らしいコントで楽しんでいただきます。あの問題っていうのは決着ついたんですかね、終わったんですかね。まあ名古屋だから終わりになったか。めちゃくちゃです。もしも意味がわからないっていう方いましたらね、言ってくれれば説明の方もしてきますんで、誰も置いてけぼりにはさせないというシステムでねやってますんでね。ねえ、まああとスポーツの話題で言うと、今年は横綱の白鵬が引退しましてね、まあ良くも悪くもいろいろ物議を醸した横綱だったんですけど、歴代で最多の優勝回数してますからね。一体何回優勝してるか知ってます？例えて言うならね、お前本当に優勝したことあんのってずっと疑われてんのと一緒ですね。そう、45回されましたっていうね。これ笑いこそないですけど完成度高くないですかね。思いついた時軽くガッツポーズが出たやつですけどね。ねえ、だけどそんな白鵬って意外な一面がありましてね、かき氷とかのシロップとかそのまま飲んじゃうんですってね。でやっぱ引退間際ちょっと体調悪かったんですかね、ある日付け人に今日からシロップ水で薄めてくれって言ったらしいんですよ。そしたら付け人びっくりしちゃって、横綱どうしたんですかってこう聞いたら言ったらしいですね。もう現役は無理だっつってね。ね、そんな話があるとかないとかね、まあないんですけどもね。
ねえ、まあ、あとね、僕はあの漫才協会っていうところに所属してるんですけどね、今年漫才協会で一番のビッグニュースっていうのが、さっきも山口くんと武田くんのお二人も一瞬触れましたけどね、おぼんこぼん師匠が仲直りしたんですよ。ね、あるテレビ番組の企画で見事仲直りしましてね、まあそっから楽屋の居心地がいいこと、我々のね、だって僕もね、何回もおぼん師匠に言ったんですよ。お願いだから仲良くしてくださいってこう言ったら、そのたんびにお前だけには言われたくないって言われましてね、まあ分かる方だけに分かればいいんですけど、これはね、だけどね、まあ2人とも70を超えてますけど、今でも華麗にタップダンスを踏んだりとかね、だから肉体的にも精神的にも、そしてコンビ仲も若いっていうね。ねえ、ここまでいかがですか？大丈夫ね、ちょいちょい確認を取りながらね、漫談の方を進めてきますけどね。まあしかし今日なんかは利根町にね、来させていただいていますけど、8月にですね、北海道行ってきたんですよ。十勝清水町というとこだったんですけど、で本番前に楽屋にいたらスタッフさんが、あのねずっちさんっつって、これ地元の資料ですってパンフレットを渡してきて、でもしも地元ならではの謎かけのお題が出たら役に立つかなと思ってって言うんですね。優しいなと思いましてね。でそのパンフレットを読んでたら、あ、渋沢栄一さんのゆかりの地なんだなとか、牛トロ丼っていうのがソウルフードなんだなんて一応頭に一通り入れましてね。でこんなお題が来たら公開そうかななんて前もってちょっと準備しといたんですよ。でいざ本番出てって、でじゃあ謎かけのお題よって言ったら、もうその当時ですからオリンピック関連のお題ばっかり来て、地元ならではのが出てこなかったんですね。でああもう時間もそろそろだななんて思いつつ、じゃあラスト1個いきましょうって言ったら、奥の方で帽子をぐるぐる回してアピールしてるおじさんがいましてね、あんだけアピールするってことは地元ならではのお題か、あるいはよっぽどひねったお題を出したいんだなと思って、じゃあ奥で帽子をぐるぐるやってるね、男の男性の方、お題をどうぞって言ったら、帽子って言いましてね、そのままかいと思って、ね、帽子ってそんなアピールしてまで出したいお題ですかね。とりあえずね、帽子とかけて虫刺されと解く、その心はかぶれますっていうのをやったんですけどね。ありがとうございます。ね、だけどこっちはね、前もってせっかく準備したのにね、それが出てこなかったわけですよ。帽子だけに唾つけといたのに。ねずっちです。でその帰りですよ、帯広空港までスタッフさんが運転する車に我々演者が4人乗ってたんですね。したらスタッフさんが、この先左に曲がると幸福駅がありますよって言い出して、したらある師匠が、幸福駅ってこの辺にあるんだって言ってね。で僕分かんなかったんですよ、それが。で幸福駅って何ですかって聞いたら、あの知らないって、昔流行ったんだよ、愛国から幸福までっていうのが、なんて話になって、駅舎だけあるから見に行こうって言ったんですよ。そしたら駅舎の隣に切符売り場があって、結構大きい切符にみんなが願い事を書いて、それを駅舎にこう貼ってるんですね。で我々が行った時にはもう切符売り場が閉まってる時間帯で、じゃあ駅舎だけ見ようかっつって中入ってって、そしたら前座の子が、ええって言ってるんですね。どうしたのって聞いたら、これっつって、見たら子供の字で、パパが地獄に落ちますようにって書いてあったんですよ。うっそーと思って、これ冗談だよなーなんて言ってて、して横を見たら大人の字で、ママ裁判頑張るって書いてあったんですよ。マジのやつじゃんってなって、でいきなり重たいの見ちゃったと思ってね。でいろんな願い事を見てたら、いろいろありますね本当に。中にはふざけたやつもいてね、あの働きたくないけど稼ぎたいって書いてあったりとか、あと安全第一って現場監督ですかみたいなね、もちろん受験に受かるようにとか彼氏ができるようになんていうのもありましたけど、まあだけどそんな願い事をことごとく叶えてくるんでしょうね。幸福駅の神様は度量がでかいと思いますよ。やっぱ鉄道だけに切符がいい。ねずっちです。まあ、あとですね、僕は夫婦2人で暮らしてるんですけど、うちの奥さんがね、今年大谷翔平選手に夢中になっちゃいましてね、もう毎日のように試合を見てはかっこいい、素敵って言って、でチラッと僕を見て、全然違うってやかましいわっつって。である時ですよ、一緒に家でお酒飲んでたら、嫁が酔っ払ってリビングに寝ちゃったんですね。で風邪ひいたら悪いからと思ってね、おいっつって、寝るんだったら布団で寝ればって言ったら、一瞬目を覚まして、大谷君だけが生きがいですってまた寝ちゃったんですよ。
夢の中まで大谷くんと思って、で今年の7月に大谷選手が松井秀喜さんに並ぶ日本人メジャーリーガー最多本塁打31号を打った時にもう興奮しちゃって、大谷くんすごいね、31号を打ったねってこう言ってきたんで、まるで混んでる病院の社員食堂みたいだな、そう松医師に並んだって言ったんですよね。そしたらいいねいいね、しかもね今日大谷くん誕生日だよってこう言ってきたんで、さすがメジャーだけあってメモリあるってことだなって言ったんですよね。ありがとうございます。そしたらニコニコしながら座布団を運んできたっていうね。普段僕がこういうこと言うと結構厳しい扱いするんですよ。この間もちょっと食器洗ってって言うから食器こう洗ったんですね。で洗い終わったらあの部屋片付けてって言うんですね。だからおいっつって、なんか俺70歳になったような気分だぞ、そうこき使われてるって言ったんですよね。そしたら嫁がいいからやれよって言われましてね。そんななのに大谷くんは受け入れるんだなんて思いつつ、である日ですよ、明日大谷くん何時試合開始かなってこう言ってきたんで調べたんですね。で朝5時試合開始だったんですよ。朝5時プレイボールだねって言ったら、大変大谷くん早起き得意なのかなって、日本時間に決まってんだろうつって、現地時間で朝5時プレイボールだったら選手もファンも大迷惑だぞつって、そしたらあそっかそっか、あって人って本当に笑ってごまかすんですね。あまりにもベタにごまかすからびっくりしちゃって、なんで現地だと思ったんですかね、どういう性格してんのかなと思いましてね、早起きだけにね嫁の気性も気になった。ねずっちです。もう一個嫁の口聞いてもらっていいですかね。この時期ね、まあ毎年思い出すんですけど、昔ね何年か前に冷やし中華を作ってくれましてね、でそれは嬉しいんですけどボリュームがすごかったんですよ。でこれ何人前って聞いたら、2人前だよ、食べらんない量じゃないでしょって言うんですけど、2人前とも思えないぐらいのボリュームだったんですよ。ちょっとさ冷やし中華が入ってた袋を見て確認していいかってこう言ったら、最低だね、奥さんの言うことを信用できないなんて最低だねって言うんですね。あこれ怪しいなと思って、で袋確認したら4人前だったんですよね。4人前じゃんって言ったら、へっバレたら仕方ないって言ってるんですね。意味わかんないじゃないですか、4人前作るなんでなのって聞いたら、実は賞味期限が近づいてて残しとくと悪くなっちゃうから全部まとめて作ったって言うんですよ。でも4人前なんか食べきれないじゃないですか、ちょっと食べてくれるって言ったら嫌だって言うんですよ。いや嫌じゃなくてちょっと食べてよ、嫌だ、えなんでそんな嫌なのって聞いたら、なんて言ったと思います、本当はね賞味期限とっくに切れてんのよ、お腹壊したくないって言い出して、はぁってなるじゃないですか、えそれを俺に4人前も食わそうとしたわけって言ったら、はいはいすいません、ただいま反省中、ただいま反省中って始めて、これ分かります、目の前でやられたら超腹立つやつですよってイライラしてたら嫁が言うんですよ。あのさ反省中って言ってんだからなんか言うことあるでしょ、なんだよ反省なんだから頭も冷やし中華って言えよって言われてね。ほんで僕イライラしてたのにうまいって思っちゃってね、したらさらに言ってくんですよ、あのさ素人の私だってこの程度できんだよ、なんでプロのあんたが言えないわけ、さては普段から笑いのアンテナ張ってねえなって、まさかの説教が始まって、元はといえば4人前作ったのがいけないのに、この現実にね冷やし中華だけに麺食らった名実です。さあ最後少しだけ時間使って皆さんからお題募って謎かけやって、有弱師匠へとつなげたいんですが、何かありますか、こんなお題でやってみろっていう方がいたらね、あ嬉しい、じゃあ行きましょうか、利根町ね、 OK じゃあ行きますよ、じゃあ整いました、利根町とかけて、本丸までは攻め込ませないぞと解きます、その心はそこに砦がある、メジュです、ね、砦からこっちに来ましたから今日はね。さあどうでしょう、もう一つ、あ嬉しい、行きましょうか、雨ですね、 こっちの天気の方の OK じゃあ行きますよ、整いました、雨とかけまして、化粧の濃い女性と解きます、その心は香水の量が気になる、メジュです、ね、
といったとこで実に完璧なステージでしたね。以上ねづっちでした。ありがとうございました。